旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人の青い小鳥です。今回は大阪グルメのコスパは最高、庶民の味方の激安激うまスポット7選をご紹介します。食い倒れの街として有名な大阪には激安激うまでコスパも最高の B 級グルメがひしめき合っています。1000円あればベロベロになれるという意味のせんべろという言葉がぴったりなのが大阪です。今回はそんな大阪でまさに庶民の味方といえるコスパの良い激安グルメスポットをご案内します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは坂戸家九頭店をご紹介します。坂戸家九頭店は天王寺駅から徒歩3分のところにある立ち飲み屋さんです。安くてうまいのは言うまでもありませんが、なんといっても居心地の良さが人気のお店。大阪らしいシャレの効いたコミュニケーションがもたらす居心地の良さはメニューの名称にも現れています。例えばアルコールやったら何でもええわの方これだとか、はあ今日も疲れたなって方はこれだとか、これじゃあ何の料理か分かりませんね。謎のメニューの正体を知りたい方は実際にお店に行くしかありませんね。お作りの盛り合わせでもマグロ、コショウダイ、ヒラマサ、アワビ、もずく明太、小もちこんにゃく、湯葉、イクラ、カニと豪華に盛られています。そしてカニの下には一口ご飯も隠れているんですよ。申し分なしのうまさの上にボリュームも満点。それなのにお値段はびっくりするほどのリーズナブル価格。ということで他のメニューの破格ぶりもまさに推して知るべしですね。続いてご紹介するのは子牛屋です。子牛屋は近鉄日本橋駅から歩いて1分というアクセスも最高の立ち食い焼肉の元祖店です。皆さん狭い店内で肩を寄せ合ってシェアしながら食べる焼肉はこれ以上はないというディープさ。これこそ大阪といったお店ですね。門外不出のタレも大人気です。肝、身の、タン、ツラ、腹、心など全てのお肉がリーズナブル価格。店主さんは多くは語らないようですが、なんと出されるお肉は全て和牛だそうで、立ち食いとは思えないクオリティの高さに脱帽です。門外不出のタレもお肉の美味しさを引き出していて大人気なのだとか。大阪を味わうには最高のお店で、常に行列ができるほどの人気店です。しかしなんといっても立ち食いのお店ということで平均滞在時間は30分ほどだそうです。回転率も良いので、もし行列ができていても気にせず並んで待ってみましょう。十分に並んでも食べる価値がありますよ。続いては、桃谷清原をご紹介します。桃谷清原は、鶴橋駅から住宅街に向かって歩くこと6、7分のところにある立ち飲み屋さんです。住宅街のど真ん中という立地のためか、闇の中に忽然と姿を現すような感じで到着。こんな場所に人が集まってくるというのも驚きなのですが、なんといってもすごいのは料理のクオリティと破格値です。住宅街のど真ん中にあるお店で、車が入れないほど細い複雑に入り組んだ路地裏にあるため、ナビがないと初めての方はたどり着けないかもしれません。フラッと立ち寄れるような場所じゃないので、一元客の姿はほとんど見ることがないそうです。とはいえ、料理の美味しさと驚きの安さで、なんとかたどり着こうと頑張る人も少なくなさそう。
人気の鶏つくり中盛りは肝、ささみ、もも肉の3点がしっかり盛られていて、なんとワンコイン以下。しかも調理される鶏肉は全てが朝引きで新鮮この上なしです。いくら立ち飲み屋さんとはいえ、あまりにやりすぎのクオリティ。ポテトサラダなどといった100円メニューもたくさんあります。続いてのご紹介は、100円キッチンは玉出店です。100円キッチンは玉出店は、お酒も料理も全てのメニューが100円、200円、300円、400円のいずれかという激安で知られる立ち飲みの居酒屋さんです。これぞ大阪本間門のせんべろができる酒場ですね。玉出駅から徒歩3分とアクセスもグッドです。100円キッチンは玉出店の最大の特徴はチケット制。1000円分のチケットを購入すれば消費税分がタダになる仕組みです。キャッシュでの支払いも OK ですが、その場合は消費税がかかります。チケットは使い切らなくても次の来店で使用できますので安心です。ただでさえ豊富なメニューですが、日替わりメニューだけでも軽く10品以上。さらにメニューとは別に作り置きの大皿コーナーや100円コーナーもあります。一人飲みの女子も多く、地元では人気店になっています。実は立ち飲みと言いながら椅子もあるので居心地も最高。ただこれだけ安いお店になれると、もう他では飲めないとぼやくお客様も少なくないかもです。続いてご紹介するのはホルモン徳一です。ホルモン徳一は京橋駅から徒歩3分のところにある、大阪人も認める絶品ホルモンの立ち飲み焼肉屋さんです。名物のホルモンの美味しさはもはや語る必要がないほどに有名な名店ですが、意外と知られていないのが赤身の美味しさなんです。赤身三種盛りはハラミ、バラ、中落ちが盛られていて、東京の高級焼肉店とも真っ向勝負できるほどに高いクオリティを誇っています。そして激安なのはホルモンだけではありません。赤身も希少部位も最強に安馬なんですよ。大阪でいうコスパ最強の称号は伊達ではありません。京橋駅すぐの立ち飲みストリートにあるホルモン徳一は、連日長蛇の列ができるほどの人気店です。店構えや店内の様子から見てもいかにも老舗といった感じ。カウンターだけになりますが椅子席もありますよ。続いては銀座屋のご紹介です。銀座屋は梅田駅前に立つ大阪駅前第一ビルの地下2階にあるサラリーマン飲みの聖地にして立ち飲みの名店です。駅前ビルは第1から第4まで計4棟あるビル群の総称です。上層階はオフィスとなり、地下の1階2階に多くの飲食店が入居しています。その駅前ビルにある銀座屋は、ほんまに儲けが出るんかと心配されてしまうほどにメニューの値段は価格破壊を起こしています。値段と味にうるさい大阪のサラリーマンたちが、夕方ともなれば連日行列をなすほどの人気店なんですよ。銀座屋に来てまずは誰もが真っ先にオーダーする人気メニューが牛たたき。さらには星付きのメニューの肉豆腐に、常連客が必ず注文するレンコン鶏肉はさみ揚げ。どのメニューもそこそこボリュームがあるのに、どれもが300円以下です。本当に利益が出ているのか心配になってしまいますね。次にご紹介するのは大衆酒場広田屋2号です。大衆酒場広田屋2号は阪急十三駅から徒歩3分のところにある大衆酒場です。大阪の十三に根付いているお店であり、もちろんお酒も料理も十三価格。100円から500円程度で満喫できる美味しい料理が揃っています。重曹といえば、古くはハリウッド映画ブラックレインのロケ地にもなった有名なスポット。
いかにも外国人が思い描く日本テイストが満載な下町です。ところが2014年3月火災によって39店もの飲食店が焼失してしまったションベン横丁も今では見事に復旧されて、最近では若い女性客も増えています。そんな十三にある大衆酒場広田屋2号の名物は、なんと酒場で寝られる布団貸し出しサービスなんだとか。実はこちらのお店、昭和23年創業の布団店広田屋にあやかった屋号を持つお店だからこそのサービスで、なんと水客のために20分間布団を貸し出してくれるんですよ。料金は500円ですが、酒場で堂々と横になって寝られます。今回は大阪にあるコスパの良いグルメスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。立ち飲み、ホルモン、日本酒、せんべろといかにも大阪らしいワードですよね。大阪には安くて美味しい、必ずまた行きたくなるような隠れた名店がたくさんあります。どこのお店も食い倒れの街に住む大阪人が認めるお店ばかり。次回大阪を旅するときは、ぜひ大阪人になりきって訪れてみてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。